アグネスをしたところからのニキビの再発はほぼありません。誰でも経験するニキビは病気ではないって思われがちですが、実はという病気なんです。皆さんこんにちは、皮膚科専門医の玉木由紀です。繰り返すニキビって本当に憂鬱ですよね。生理前にいつも同じ場所にできるか、赤いニキビが顔中にあってニキビの赤みがすっごく残っちゃって素肌に自信がないっておっしゃる方がおられます。昔から青春のシンボルって言われていて、その名の通り思春期にあたる10代からでき始めることが多い皮膚トラブルです。誰でも経験するありふれたニキビは病気ではないって思われがちですが、実は尋常性誘うという病気なんです。以前の動画でもお話しさせていただきましたが、ニキビには保険治療をまずはしっかりしてみてください。リフィリンゲル、ベピオゲル、ベピオローション、エピリオゲルっていったヒーリングのお薬を使いこなすことでニキビは確実に良くなります。でも中には保険治療に限界がある方や本当に悩んでおられる方もいて、そんな方にはアグネスをおすすめしています。今日お話しする内容はニキビの皮脂腺を破壊するアグネスについて、アグネスおすすめな方、メリット、治療方法について皆さんにお話をさせていただきます。最後までご覧いただきますと、ニキビの治療アグネスについて詳しくなれると思います。このチャンネルはニキビ、ニキビ跡、様々な皮膚トラブルでお悩みな患者さんに正しい知識を世の中に広げるため、現役皮膚科医の玉木由紀がお送りします。綺麗な肌を目指して、皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決します。これまで内服やレーザーなど保険以外にも多くのニキビ治療がありましたが、残念ながら再発を防ぐって方法がありませんでした。ニキビってどうしてできるのかっていうと、ストレスやホルモンバランスが乱れると皮脂腺から皮脂が出ます。毛穴が詰まってしまうと毛穴の中で皮脂を餌としてニキビ菌が増えて赤いニキビになります。なので皮脂腺を焼いてしまえば、その毛穴にはニキビができなくなるんです。ニキビができにくくなれば、ニキビの後の赤みも減ります。アグネスっていう機械はラジオ波を用いた治療で毛穴の中の皮脂腺をターゲットにしていて、ニキビの原因である過剰な皮脂腺を破壊して消滅させてしまおうっていうものです。もともとはハリ脱毛として研究されていた技術を応用して韓国で開発された機械です。アグネスの針は特殊でこんな感じになっています。周囲の正常な組織を保護する絶縁部があるので、周囲の正常な組織を破壊することなく高周波であるラジオ波を皮脂腺に通電させて破壊するという仕組みになっています。ニキビができた皮脂腺一つ一つに高周波を流していきます。ここ数年でニキビの治療は格段に進歩して、保険適用の薬でも高い治療効果を得られます。リフィリンやベピオといったニキビの初期の毛穴詰まりを取り除くっていう薬によって、ニキビはできてから治すのではなく、できる前に予防することができるようになりました。でもリフィリン、ベピオがどうしても合わない方、早く治したいっていう方がいらっしゃいます。こんな方にはアグネスはとってもいい選択肢となります。おすすめな方は、同じ毛穴から何度もニキビができる、繰り返しできる、ニキビ跡を作りたくない、今すぐニキビを治したい、そんな方におすすめです。アグネスのメリットはニキビの再発をなくせるということにあります。ニキビの原因の一つに皮脂の過剰分泌があります。皮脂腺が皮脂を過剰に生産することが原因なので、皮脂腺そのものを破壊するということが最も効果的な治療ということになりますね。アグネスはこの皮脂腺に強力な高周波を流すので、皮脂腺を確実に破壊してニキビを再発させません。顔って20万個皮脂腺があるので、10個や20個皮脂腺を焼いたからといって問題はないんです。あと傷跡が残らない。アグネスで使う針は非常に細くて、皮膚に触れる針の先端だけ絶縁されているので、高周波を流しても皮膚の表面には傷がつきません。これによってお肌に傷が残らず、治るまでの時間も短縮されます。治療方法は、最初に麻酔のクリームを30分ぐらい塗ってから針を刺しますが、
痛連するときは少し痛いです。ほとんどの方は我慢できる程度の痛みです。基本的には今できているニキビか、コメド、つまり毛穴の詰まりに対して処置をします。針をニキビができている毛穴の一つ一つに刺していって、針に高周波で熱を与えて皮脂腺を破壊します。刺した表面には高周波が伝わらないという設計になっていますので、肌表面には影響がなくて、皮膚の奥にある皮脂腺だけを処理します。皮脂腺が破壊されれば、同じ部位からニキビはほぼ発生しません。1ヶ月に1度の治療を3回から5回ぐらいでかなりの改善効果を認め、アグネスをしたところからのニキビの再発はほぼありません。綺麗な肌を目指して、皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決します。ということで、今日はニキビの皮脂腺を破壊するアグネスについて、アグネス、おすすめな方、メリット、治療方法について皆さんにお話をさせていただきました。今回の動画が少しでも役に立ったなっていう方は、高評価やチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。このチャンネルには皮膚をきれいにする動画やためになる動画がたくさんありますので、ぜひご覧になってみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、きれいな肌を目指す方へ、皮膚科医が肌のトラブルのお悩みを解決しています。コメントや高評価ボタンを押していただけると今後の動画更新の励みになるのでとても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。